土と兵隊は、日の足兵の小説、また、それを原作として、昭和14年に公開された、日本の戦争映画である。土と兵隊は、昭和12年11月に行われた、甲州湾上陸を描いた小説であり、歴史上の時系列に照らし合わせれば、麦と兵隊における、助手攻略戦の前年にあたる出来事である。小説は弟に対する手紙という形式から始まる。 主人公であり、作者でもある、日野保長が、第二分隊長として13名の部下隊員と共に、熾烈な戦闘を繰り広げながら、進軍を続ける兵隊たちの心情、戦場の様相、大陸の風景が描写される。敗山兵や便衣兵からの襲撃を受け、敵中をボロボロになりながらも行軍を続ける部隊は、劇中において、その作戦の目的として、 上海戦線の戦況を有利に展開するために、敵の背後を脅かすために、甲州湾に敵前上陸をやったのである。敵は不意を食って改装した。小介石は、必死になって防衛するために過去というところまで出て、来とる、過去が我々の最終決戦で、過去が落ちたら、国民政府は降参するのだと語られている。物語の終盤において、敵の統治下から、 激しい抵抗を受けながらもどうにか、トーチカを奪取し、死な兵が降参して出てきた。トーチカから出てきた若い兵隊はどれも日本人によく、似ていてる。その中にほとんど少年と言える若く、女と見まがう、美しい二人の兄弟が泣きながら、日の午町にすがりつき、母の写真を見せ、身振り手振りで殺さないでくれと命乞い用し、それに頷いた。 激しい戦闘の休止の後に、呪術なぎにされた捕虜がいないことに気づいて、近くの兵隊に尋ねると全員殺しましたと兵隊は、答えた。三兵号に三十六人の死骸を見て、怒りや吐き気を感じ立ち去ろうとする中に、藩士の死な兵を見つけ、最後の力を振り絞るように、自らの胸を刺して殺してくれと訴える死な兵を、日野五長が撃った。 すると小隊長からなぜ戦場で無意味な発砲をすると問われ、どうしてこんな無残なことをするのか、と言いたかったが言えなかった。ありがとうございます。